はい、2023年12月4日に撮影しています。はい、疲れてきました。今日はね、食器棚の戸板を直してるんですけど、戸板を直すのはいいんですけどね、持ってる道具について疲れました。この前ね、工具を購入したんですけどね、こういう 20PCS 工具セット PCS ね、これね購入したんですけどね、こういう感じでインターネット見てもレビュー誰も書いてないっていう、この 20PCS 工具セット、こんだけいっぱい種類入ってね、こうお得なんですよね。いっぱい全部こうドライバーレンチ、六角かついて、こうね、これで1個で全部取り替えたらいいっていう話な。しかもこう曲がるし、いろんなところで作業できるっていう便利なもんなんですけど、このね、これはめて固定しても止めてもどう頑張っても落ちる。もう落ちてたらめっちゃ使いにくいやんっていう話で、止まる方法を延々と考えて、説明書きこれ1枚で延々とどうやったら止まんねんって思いながらね、ここに固定とかね、締め具合とか書いてあってね、こう止めたらいい、固定緩めるとかでね、ここの部分が緩むんかと思ったら構造上絶対そんななってないですよね。さっきここも見たんですけど、中もこれも回したりして、構造上絶対そんな締め上げる工場緩む構造になってないんですよ。この使い方知ってる人いたら教えてください。めっちゃ便利やと思うんですよ、使えてたらね。でもなんかこんなん落ちてたら全然作業できひんやんっていう、これなくすよっていうね、部品困りました。あ、これ使えてたらいいんですけどね、めっちゃ便利やわと思って買ったのに、もうこれと落ちるしめっちゃ不便よっていう、はぁ変な声出た。もう道具じゃない、この物を直すのに道具がしっかりしてないとっていう話でね、せっかくあったんやけどな。天井に向けて以外作業できん、下向けて作業できんっていう、こんな、ね、高いところで落としてたらもうそれこそ作業ならへんっていう内容でした。残念。はい、この使い方、この箱に見覚えある、このパッケージとこの箱に見覚えあるっていう方いたら教えてください。こんな感じでね、え、使ってないから誰かに譲るよ、売るわとか言うわけにもいかない、譲ってもこんなにねえいらんと思うんですけど、これめっちゃ書いてること単純なんですよね。レンチドライバーを使用する場合本体に取り付けてくださいということだけと、 A と B の部分があって、あと CDE のスイッチの説明だけ。使用上の注意は子供が手に届かないところとか正しくお使いくださいだけで、これ全然固定できたらめっちゃ便利やのにね、全然使え。これ知ってるっていう方ね、もしいたら教えてください。 20PCS 工具セットです。こいつは使えるのか使えないのか、こんな箱でこんなんです。はい、はあ、大変。またこれ無理やったらまた工具用意しないといけない。大変です。はい。